どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。実況主のハグでございます。トリオシでございます。前回からちょっと離れたところで始まってるけど、というか時間もちょっと離れているな。俺のアーマーを見てくれ。おお、なんかかっこいい。かっこよくないな。いや、俺はレイダのアーマーをある程度使ってるから、しかもそれをアップグレードしてるから、かなり変な見た目になってるけど、とりあえずパラメータがいいから使おうと思います。いや、なんかとりあえずガラクタに包まれた人、ガラクタに飲み込まれそうな人みたいな。ガラクタといえばこれがエンジンか、で機関車の。え、これ機関車なんですか。なんかすごい魔改造されてるけど。そう、とっても変な形ですね。こう怒りのデスロード感ありますね。はは、確かに。あとなんか向こうになんかさっきブラミンいましたね。ああ、今では見えないが、ブラミンの家老かな。経験値のために。いや、肉のために。あ、肉のために。実はですね、フォロー4は前回の間で分かったことですが、肉は非常にいいアイテムだ。へえ、どういう点で。料理ができるし、で料理すればその回復アイテムは報酬の方がもう残っていないから、しかもスチンパックと同じほど回復するから。へえ、焼くとラッド値がなくなるってことですか。そうです。へえ、すごい。加熱ってすごい。あ、いや、まだこのインターフェースが、そうだ、まず、これが犬の肉ですが、ほうほう、結構いい回復アイテムになってます。ラムチョップに見えるな。そうです、だからマットチョップスと名前が。なるほど。マットって何ですか。マットというのは、特に種類のない犬です。このジャーマンシェパードじゃなくて、あ、雑種って感じ。そうそうそう、それだ。なるほど、雑種だ。じゃあそろそろそうだ、あ、集落を追い詰めているレイダーたちに近づいてるはずですが、あ、ブラミンじゃなくてもうレイダーに。ああ、オッケー。レクシントンという町まで来ました。本来の目的のクエストの方に来たわけですね。そうです。お大丈夫か。あ、そうだ、君のバンダナはどこにいた。あ、本当だ、あれ、生かすメガネとスカーフどうしたんですか。よし、よしよしよし、かわいい。今のところは誰もいませんね。ほう、でもなんか BGM が、ん、あれは人ではなか、ない。お、アーマーの作業台とか。ああ、それ作業台だったんだ。そうです、これを使えば私のアーマーを調整できる。ほうほう。しかし普通の作業台はないのか。普通の作業台では、集落に使う建物やいろんなものが作れますが、ということはここは集落にならないかな。ここは偶然こうパワーアーマーのステーションとかあっただけです。なるほど。じゃあクエストの目的地を探そう。もうちょっと南？南か。お、ここかな。なっ、いったぞ、レイダーが。わお。じゃあこの私が前回と今回の間に見つけた。お前かーい、お前かーい、いっぱいいる。まったく、終わるの、ショットガンがありました。よし、うわ、貴様、不評。スチンパクの用意を。はい。いや、まだ使わないけど。あ、もちろんそうですけど。わ、でもボコボコやられてる。いやー、貴様ら、うわー、まだ切っている。えい、いっぱいいる。ちょっと毒ミート、そのまま。よし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 、うわ、いっぱいいる。まったく今回のフェラルグールはレベルアップした。やったー。よーし、あー、いい感じにこの車を物陰に使えたな。いや、高いとこ結構有利なんですね。これぞ地の利、
血じゃない。いや、合ってますよ。血のりを得たんですね。おい、あ、しまった。あ、痛い痛い。よし。どうした？死んだな。レーダーの注意を引いたかな。パワーも効いてるレーダーがいるぞ。でも結構ボロボロですな。まあ確かに。おこのアングルだとフュージンコーを打てるかな。え、嘘。あ、ちょっと。そんなすごい。この距離から、あ、いけるの。ああ。よし、今だ。これだ。これを1体。ダメだった。ああ。というか、マシンガンのタレットもあるそうです。わあ、ここはレーダーがいっぱいいますね。しまった。えーい！わあ！ちょっと何を持ってるかと思えば、ニュカロン茶だった。ちょっとハグさん、なんか前回もそうですけど、うん、なんか難易度最高ってか、すごい難易度高いせいで、うん、すごい武器持ってますね、敵がみんな。いやでもそれは別の難易度でもそうかと思います。え、本当ですか。特にここはね、ミニガン持ってるレーダーもいたし、今回ついにヌカランチャーを持っているという。ああ、これはもうあれですかね、スニーク作戦ですかね。そうですね。やっぱりやっぱり方向が間違…あ、いやでもこまたグールが来る？撃ってたらほらね、逆方向を向いてるんだ。あー、でもダメだ。またヌカランチャー撃たれますよ。クイックセーブしよう。あれ、あー、しまった、グールマが待ってきました。あー、またいっぱい来る。どうも、こんにちは。よし、もっと強いスナイパーライフルがあったらな。うん、あ、デンジャー。ん、またちょっとぬかランチャー構えてますし。ああ、やっぱりショットガンの方がいいな、ゾンビにはな。撃ってくるかな、ぬかランチャー。ハハハハ。ああ、あそこだ、タレとあそこだ。ああ、これならどれくらいダメージを与えるかな。あんまり与えないな。まあさすがパイプライフル。ああ、また来るぞ。ああ、難しいね。うん、ぬかランチャーに今の装備では太刀打ちできませんね。いや、パワームだって。ああ、そうか、グールが。トマさん、またヌカランチャー構えてるから。君は分かってないな。あの、彼のパワーアームのフュージンコーを打てば、うん、あ、そうか、それでどうにもならないかな。うわ、危ない危ない。あ、あそこで。これだからニューカランチャは、でも死んでいないな。なんで。さあ、NPC は自分にダメージを与えられないから。わからない。そしたらなんか同士打ちとか騙し打ちとかできないじゃん。ずるいよね。ずるい。わかるよ。こう、ニューカランチャを持ってる有利というか、あ、どうした。その有利の一つは、相手がどこにいるか分からなくていい。ただ撃てばいいだけです。ああ。力強い AOE アタックですから。まるで、呪文のように語っているが。賭けですからね。一発当たった。が、こういうマーク1マシンガンタルト。ああ！うわい！ちょ、
あ、危なかった。クイックセーブしよう。はい。これこういう戦いなんだ。どういう戦い方。いや、なんかこのぬからんちゃを避けながら。あ、なるほどね。ちょいちょい攻撃するっていう。よし、よし、タルトを始末した。じゃあレーダーは後回しかな。ここにもいるからな、レーダーは。いや、ここじゃないか。というか、レベルアップしているな。え？リーダーがこのどこかに。うわー！パワーアームを切ってる人が直接降りてきた。どうやってダメージを与えられるこいつには。女？そう、女です。心拍数が。でもこれはやばいな。何を持ってるこれは。あ、くそだ、これがあった。よし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 、今だ今だ今だ。あ、しまった。誰だお前。貴様、ドグミート、ドグミート、もっと頑張れ、ドグミート、もっと頑張れ。ええー、来たし。何これ。よしよしよし、今だ。う、違う、これだ。撃ってー、撃って。あー、え、切ってないか。あ、落ちた。キャッ、あれ、倒した、倒しました今。うわ、いや、毒味の血だらけじゃん。返すな。大丈夫と、あ、大丈夫じゃないか。ドグミとか回復中。しかし他に何かいるな。グールか。何匹いるんだグール。いすぎだろ。しかしこれはどうしようかな。なんかいっぱい持ってますね。リーダー、リーダーのパワーアーマー、このままで欲しくないな。ファッと守ってる。出たな。じゃあリーダーの方に行こう。ドッグミート重すぎるから何か持ってくれ。ああ、ドッグミート、どこに行く。まさか、貴様。元気、元気すぎてご主人は追いつきません。はいはい、何かありますね。分かった分かった、我だって見つけるから。こんなくらい。さてと、リーダーがいるよね、ここに。おおお、よし。あんた硬いな。お、そうだな。あの、ホグのレイドと違って、こう名前がレーダースカムになってるでしょ。回復している。まったく。そういえばドグミートはどこだ。ドグミート、あ、まさか、まさか先行して。硬いな。よし、よし。あ、あ、あそこにいた。マグさん、この町ってレイダーとグールがなんか一緒にいるんだけど、レイダーとグールって分かり合えるの？いや、そんなわけ、フェラルグールとは分かり合えないな。フェラルグールが攻撃しないのは、普通のグールだけです。つまり、まあ、あの、じゃあなんで、まあ、姿勢のあるグールはね。じゃあなんでグールがこんなにうろうろしてるのにレイダーたちは平気で、平気じゃないか。なんでいるんだろうと思って。あ、塀の向こうにいるのか基本。すごい基地だな、ここは。パワーも効いていたレイダーがいるし、タレットがいっぱいある。タレットがあるとそれで撃たれたりするから、それを壊しておいた方がいいってこと。そうです。なるほど。ハグさん、いいですね、遠くから。ああ、見つけた、コルベイガーの、これがコルベイガーかな、コルベイガーの工場だ。コルベイガー、車の車種の工場。そうです、そうそうそう。実はコルベイガーは前のフォルムにもあったな。コルベイガーは確かコルベットと、ベイガーの組み合わせじゃなかったっけ、名前は。
なんか後で調べるよ。基本的にフォールアウト3の時もそうだったけど、車は爆発する危険なものとしか認識してないので。ああん？お？何？なんだろうな。ロボブレインでもいるんですか？いや、何回いるな。俺がスポットライトの中に入って、そうか、このスポットライトは俺を追ってるな。サーチライトでしたか？サーチライトでした。で、アラームを鳴らしてるな。なるほど。ということはこれを壊せばいいか。おお、簡単なことだ。おお、一階から 入るのはバカだな。俺はそんなことはしない。ね、レイドの肉片が見つけた。ハグさんは食べないですよね。ああ、いや、私はキャニバルじゃないぞ。私はラッドローチや、ラッドローチやマイアルークで十分ですから。咀嚼、健康食、カッコ仮。ん？屋根にいるんだ。そうか、まあ。まあ、でも上から気づかれたらめんどくさいんで。あとの楽しみだ。しかし、ここはレイダーがいっぱいいるな。まさかこれほど大きいトグラだったとは。なんか、これはメインクエストだっけ？いや。ショーンを探してるわけでもなく、ただレイダーを殺してるだけですが。そう、頼まれただけなんだけど。うん。まあね、主人公は面倒くさいことを頼まれがちだから。おお。ああ。あ、なんか後ろから声がいっぱいいる。父さん。あそこにいたのか。仕掛けにいるな。あ、いた。やばいな。まだこの足場が網っていうのがいやらしいな。お、誰もいませんぞ。誰もいません。ちょ、毒見と、ドグミと無調するなよ。いや、もう行っちゃったんですけど。ドグミが無調した。ほら、あ、え、そうか、タレットだ。あ、じゃあ別のところから行こう。なというか出ようよ。こうするとドグミがテレポートしてくるでしょ。まあ、ドグミとは先行してくれたおかげで。ああ、なんでなんでなんで、てレイダーがテレポートしてきたのかよ。うわ、いっぱい来た。ちょっと待って、レイダーが信じられない数テレポートしてる。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、心拍心拍準備準備。ウェイ、うわあ、貴様ら。え、そんなことある、まあ、これは逆に結構まあいいことだと思う。こうすることによって私はあのタレットをさ避けながら、え、今度は屋根か。ダメだった。え、落ちてきた。いやー、無茶しやがって。なんか外しまくった。そうだな、命中率が低すぎるから。じゃあスナイパーライフルを使おうか。よしよし。なんか知ってから来るのか。いや、あそこだ。シャットガンを使ってるのか、お前は。その距離でショットガン。バカだな。あ、
まあでもショットガンはね、どうしても立ってしまうから嫌ですが。あ、まだ何人いるか。どんだけいるんだお前は。あ、しまった。よし、よし、まだデンジャー。なんか食べよう。あれ、どこだ。あ、これか。そう、これだ。もう遅いけど。遅かった。あ、ドッグミート。ドッグミートがピンチだけど俺は無視する。ドッグミートを一時助けてやっていたら死ぬぞ俺は。どこだどこだ。あ、いる。あそこにいるんだ。ハグさん、こんなとこに投げちゃダメ。なんか面白かったね、今の差し。パン、わかった。方法が、ん？なるほど。いっぱいダメージを食らってんな、俺は。すごい食らってる。あった、ハグさん。しまった、あそこにターレットがあったな。まったくお前らと来たら。さすがです。ありがとう。今のはナイスタイムでしたが、もう出ないといけない。またくせてくるかな、あいつら。レーダーが言いすぎて。ダンバンバン。しかしこの音楽が好きだな。まあ確かに。ああ、最初からダメージを受けるのか。あは、いたぞいたぞ。ナイスドッグミート。よっしゃーい、よっしゃー。ああ、サンマシンガン、それ欲しい。ハグさん、この位置からだと撃たれまくり。ここなら安全だ。確かに遮蔽物があるから。それほど安全でもなかったか。うわあ、すごいいる、すごいいる。よし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 。うわ、俺ダメージ受けてるね。受けてます、受けてます。燃えてます、燃えてます。あと腕負傷して、もうかなり疲れてるな俺は、戦いに。うわ、投げ、な、外すなよ。いやー、もぐもぐ。ダメだ、腕にダメージを食らいすぎて戦えない、このままでは。俺のスチームパークもうないのか。ありますよ、20個。じゃあ、これで腕は良くなるのかな。あ、普通に使ったら治る。治ってるようです。ああ、そうなんですね。ほらね、バニルのフォールアウトは優しい。確かに。ああ。よしよし、ここだ。やったぜ。やった。まだ生きてるか。まだ生きてるな。来た。よしよし、ナイス、ハグさん。これにも使えるかな。どう。ああ、す、結構食らってるな。あ、本当。ああ、よし。そう、こうなるよ、ドッグミート。まだレーダーもいるのか。うん、これ使えないかな。よし、行くぞ。離れて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 離
よし、もう一回。いや、ちょっと死にますよ、ハグさん。しれっと肉をハグさんに食わせ続けるフォースゴースト。おお、いった、やったー、でもまだ死んでない。あー、ダメージ与えられたのかな。大した爆弾な、ボンベが、ボンブじゃない。よし、お、やった。おお、結構いいもの持ってるな、こう。あ、本当ですか。よかったよかった。あー、これを使って逆転できたかもしれないな。いや、これはただの道具だ。あー、なるほど。これはね、あのミルトマンの名前が、の男の名前はなんだっけ。ガストンじゃなくてプレストン・ガービーだった。ガービーさん、プレストン・ガービーたちにと戦ったローグだ。へえ。あ、え。まあいいか、はい、まあとりあえず制圧かな。じゃあ上に出よう。なんやかんや制圧しました。うん。え、な、何？Qを押したけど。なるほど、そういうことか。やばい、レイダーがいっぱいいる。逃げるんだ、早く早く。うわー、うわー、よいしょ。あれ、なんかじわじわ減ってる体力。よし、あ、死んだ、よかった体術で。うわ、また崩ろう。これがサブクエストかよ。いや、でもこれはミネットマンのクエストだからメインクエストと言った方がいいでしょ。なるほど。どこから切ってるんだ、こういうモルトーブが。うわー、バフアウトも使った方がいいかな。はは、何をしてる、あいつ、あいつ。よし、よし、もう一回。いや、まだか。はぁ、スチンパークお願いします。はいはい、あれ、あ、戦闘では一瞬の気の迷いが死につながる。まったく、こいつらどんだけモルトーブを持ってるんだ。さあ、上に行きましょうかな。え、クエストマークは出たドアにあるけど。あ、外じゃないの。君はすごいな、道具ミート。しかしレイドはまだいるでしょ。まさか全員降りてったからあんなにいたのか。それはすごいね。しかし、なんて大きさ。フォールツリーとスケールが全く違うな、これは。ああ、しまった、またサーチライトに見つけられた。誰もいないと思うけど。 あれか、本当だ。まあ、うるさいから撃ち落とそうか。あれは違うか。お、ターミナルがある。ほう、あー、なるほど。サーチライトのコントロールがありましたな。じゃあ、あ、いや、私が壊したからもうなくなっているか。全部エラーですか。そうです。まあ、いい情報ですね。この下か、この上か。じゃあ、まあ一人しかないようですから走ろう。え、割れてしまった。ハグさん、モールアートチャンクスって、これもモールアートのなんか。あ、そうです、それも、それも回復アイテムです。了解です。モールアートの確認と名付けよう。なるほど。あ、でもハグさん、これなんかマックス AP もなんか増えるっぽいんだけど、これ。そう、マックス AP は常に私が使える AP がちょっと増えますね、それを、そのアイテムを使うと。え、じゃあこれあんまり回復でどんどん使わない方がいいかもしれない。あ、まあどんどん使わない方がいいよね。なるほど。じゃあどうしよう、もうだとしたら、あはぁ、スチームパックの方がいいかな。うーん、ハグさん、うーん、ハグさん、
ハグさんの距離の詰め方がもう尋常じゃない。まだか。よし。いや高い高いよ。高い高い、遊びましょうぞ。ほら、たわ、え、重いか。よし、高い高い。あ、ちょっと、青じゃなくて、ちょっと皆さん、高い高いじゃない。いや、高い高いでしょ。いや、高い高いですけど、高くて、とにかく高い。いや、そうですけど、もうハグさんの遊び方がレイダーのそれと一緒なんですよ。まあもう死んでいてからまだ大丈夫でしょ。お、あ、ボブルヘッド？あ、ボブルヘッドがありました。リペアの、素晴らしい。え、リペア、しかしこのゲームはリペアがあるのか。今のところは武器はコンディションとかなかったんでしょ。ほら、ないでしょ。とりあえずテイクしましょう。あ、なるほど。フュージョンコアはもっと長持ちする。10% 長持ちする。ほうほう、静かになったんで中に入りましょうか。そうですね。あ、ちょっと景気がいいですね。静かで不気味ですね、ここは。そうですね。おや、いや、ここはもう行ったことない。2階からアプローチするのかな。わからんよ、こんなの。マップが詳細すぎてよくわかんない。メトロイドプライムでやるような立体マップが欲しいですよ。確かに。迷子。あ、そうだ、わかったぞ。あとで、hey. ドッグミット。え、How you doing, buddy? 敵を見つけてくれ。Hey boy, think you can find something for me? 敵だ。Any bad guys around, buddy? さすがだ、何も見つけなかった。いや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 、はあ、いやードッグミント頑張ろうよ、ドッグミント。怖っ。なんだこれ。え、ハグさん爆発するんじゃん。いや、ただのおもちゃだ。こういうのは映画で見たことがある。ははというか、ミステリーサイエンスシアター3000のエピソードだった。俺はここにいるよ、俺で来いよ。Oh, don't be so dramatic. What the? Oh, shit. あ、ここか。ここか。なるほど。猫のボール。よし、見つけたぞ、2階の。というか3階か。というか4階か。うお、また全く違うところにやっている。スナイパーライフルに切り替えましょうか。はいはい。ここにエレベーターがあった。なるほど。ほうほう。あっ、なんか BGM が優しいんだけど。まあ、広いところを見つけたという印の音楽です。はは。ジャレッドという名前のついてるレイダーです。はは。お、下に来た。下にもいるね。あ、別か。おお、こいつらがバカでよかった。え、クエスト終了。まだいるけど。レイダーがね。今ので終わり？あ、そうか、ジャレッドを殺したからが。なるほど。ジャレッドという名のおそらくリーダーですね、リーダーの。なるほど、なるほど。まあでも、駆逐しましょうね。駆逐してやる。一匹残らず。まあ、ハグのタレット気をつけてくださいね。そうだな。忘れそうなところだった。ありがとう。ははは。Come back. How's that?
戻ってこいよ、楽しかったぜ。ハグさんのレイダーご講座。おっと、何やってんすか。遊んでる。いやいやいや、ちょ、あ、遊ぶから、ほら、あはぁ、俺の体力は大丈夫か。大丈夫ないです。あれ、なんで使えないの。ああ、よし。あー、さてこのタレットはどうすれば。どうすれば、ここから撃てるか。え、減ってます。そのような音を知ってる。え、あ、本当だ。弾がもったいないな。よし、まあいいか、壊せたし。おお、ハブカップ。え、綺麗だね。綺麗で、なんか資源になるのかな。でしょうと思う。ほほう。え、これサーチライトがうるさいから。あ、死んだ。あ、まだいる。え、え、うわあ、うわあ、車が爆発するぞ。うわあ、うわあ、ちょっとハグさん、世紀末ですって。ちょっと何？世紀末です。あ、なるほど。また爆発する。ほら、やっぱり車は爆発するんですよ。ただの爆弾にしか見えないんだよ。次から次へと、次は次へと、もう。まあでもこれで静かになってくるかな。ギュッと。あれ、ダメだった。これに乗って。いや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 、あ、なるほど。あ、あ、おお、さすがにそんなことできなかったか。こうすればよかったか。で、とかコントロールがあるんじゃないですか、中に。ないかな。あ、タレットのか。タレットの。ありそう。ジャレッドのターミナル。ちょっと試そうかな。やっぱりね、あった。あっただ、やっぱり。でも、あ、一つはオークリアになっているということは、もうまだ壊していないのがあるのか。じゃあここで止められますかね。うん。お、シャットダウンした。やったー。で、サーチライトもうるさいから。じゃあスマートなやり方としては、リーダーを倒したら、あそこでこうタレットを撃たれながらも突っ込んで。いや、それはダメだろ。止めたらいいのかな。え、ダメですか。そんなことはできるはずがないと思う。そうなんだ。誰も傷つかずにクリアできたらいいと思うんだ。ん、ちょっと待って。ママ・マーフィーのことは覚えてるか。あの、予言するババア。はあ、予言するババア。はい。どうやら、あの、レイダーたちは彼女の力を使っていたんだ。へぇ。こう、ジェットとか、あの、使わせて、予言をさせていた。ジェットを使って？うん。あ、そっか、ジェットが欲しいって。そうそう、言っていたでしょ。言ってたし。じゃあ、中毒になってんの、あのおばあちゃん。そうです。大変だ。ああ、なるほど。だけど、ジェルの推測では、これは剣の力ではなく、ただの引き金に過ぎない。引き金？引き金。引き金。さて、ママ・マーフィの実験はうまくいかないけど、あの、無料ドラッグの噂で新しい仲間が結構聞いていた。ああ、ただでドラッグが手に入るんだったら仲間になるぜ、みたいな。うん。ちょっと待って。ママ・マーフィじゃなくて、今、ノーニー。薬中です。ノーニー？ちょっと待って、ノーニーという人も、そう予言ができていたのか？ちょっと待って。よくわからん。ジャレッドは何をやっていた。で、グローグナックのコミックがあった。これで、私の命令、近接攻撃は強くなった。ほう。
じゃあパイプライフルか。ハグさん、はい、回復します。ちなみに今は大丈夫です。だってここにベッドがあるでしょ。Playing games with me, huh? ちょっと昼寝したらこれかよという。こいつか。やっぱりモルトーフは強いな。強い。おありがとうドミート、助けに行こうか。にょにょにょ。いや、ようやくね、クエストが終わってから戻らないといけないんだ。あ、なるほど。シラゲにね、ようやく。結構時間が経っているな。いや、ちょっとだって広すぎるんだもんここ。うん。野球のバット。でもあれですよね、ハグさん、結構いいあのものとかたくさんあったから、またね、後ほど回収しに行きたいですよね。あ、確かにいいものがたくさんなりました。よし、集落に戻りましょう。お、あ、すごい、ファストトラベルできるんだ。もう、フォールト3でずっとファストトラベルできない感じでやってたからなんか新鮮だわ。いや、フォール3だって今は、ファーストラブルできるでしょ。そう、レーダーは見つかりましたよ。全員倒した。かっこいい。That's the best piece of news we've had around here for a good long time. マジか、それいいニュースですね。で、話してるけど、ミネツメンの仲間になるのか。We're in. You can count on us if you need help down the line.Thanks again, Fred. ん？これそれがミニットマンになったのか？へえ。Seems to be growing well. 食料、食料。でもそうだ、私たちは食料を集めないといけないんでしたね。だね。ちょっと丹精込めた作物を着々と収穫する人。全部回収しちゃう。だってこいつらは収穫しないから。まあそうですね。誰かのトレーダーがいるな。まあ重すぎるから。なんか売ります？売りましょうか。太いな、赤鼻親父みたいな。声はイケメンなの。すげえ太ってる。ぬかチェリーとかあるの？ぬかチェリーは体力と AP を回復するが、まあちょっとした保守能がありましてね、あまり使いたくない。これでいい。そうだ、こいつも何を持ってるでしょう。ああ、スチールが、スチールが、これ買っちゃおうかな。今私が俺の主力はスチールを結構必要としてるんだ。じゃあ買っちゃいましょう。すぐにわかると思うけど。で、どうしてそうなってるかといえば、見に行こうか。はい。どうなってるんだろう。私も楽しみだな、見るのが。